今回もご視聴ありがとうございます。久保木ひろとです。先日自分コメコメクラブ入門の動画を上げたんですけれども、これを編集している時に気づきまして、ソーリーミュージックのお話とか、あとはライブのお話とかメンバーのお話っていうのは結構しっかりしたんですけれども、楽曲にフォーカスしたお話が結構少なかったかなと思いまして、今回は前回の動画の補足的な感じでコメコメクラブこれから聴く方にぜひ聴いてほしい曲をいくつかご紹介していきたいと思います。まあ本当に前回の動画でも言ったんですけれども、コメコメの作風本当に多彩なんで、いろんな曲があるんですね。まあ演奏は洋楽的だけれども歌謡曲的なポップさを持ってる楽曲、シュールダンスとかアイキャンビーとか、この辺はもちろん外せないですし、シェイクヒップもすごい耳を澄まして聞いてみると、演奏のかっこよさとか歌詞もすごい意味不明な言葉を並べてるのに、なぜかメロディーと本当にぴったりフィットしていて、一聴しただけでも覚えられる、まあ、ある種の中毒性みたいなものを持ってるのを感じることができると思います。あとアブラカダブラっていう曲とかも、石井達也さんボーカルで盛り上がる系の一曲なんですけれども、この曲なんか本当にコメコメクラブって攻めてるなっていうのを感じられる一曲だと思います。というのもコメコメクラブすごい面白いのが、やっぱり君がいるだけでとロマン飛行のイメージすごい強いと思うんで、分かりやすくポップな楽曲を歌ってるイメージすごい強いと思うんですけれども、実はもうアルバムとかひっくり返していろいろ聞いてみると、もう A メロ B メロサビの区切りがないような曲とかたくさんあるんですね。 A メロ B メロサビ的な区切りはあるんだけれども、もう A メロからすごいインパクトがあってサビがすごい素っ気なかったりとか、まあ、それが逆にスパイスになっていて、もう一回聴いただけで忘れられなくなる曲とかもあって、その筆頭だと思うのが自分ご機嫌ようパーティーナイトっていう曲なんですけれども、タイトル通りすごい盛り上がる系の一曲なんですね。で結構ダンサブルな雰囲気でずっと後ろでクリーンのエレキギターのカッティングが鳴ってるんですけれども、まあ、この曲今聴いてみると最近のヒット曲とかのセオリーから思い切り外れてる一曲で、まあ、とにかく1回目のサビに行くまでが結構長いんですね。イントロがあって A メロ B メロの部分を2回繰り返すんですけれども、ここの部分すごい長いんですよ。でサビの歌詞がエビバディパーティーナイト、ご機嫌ようパーティーナイトしかなかったりとか、やっぱりこのサブスク時代のポップスってイントロがすごい短くてサビに行くまで1分ないみたいな曲も結構あって、 J-POP ってやっぱりサビで一番言いたいことを言うっていうスタンスが基本じゃないですか。それに対してコメコメクラブすごい盛り上がる曲にもかかわらず、サビに一番メッセージ性がなかったりするんですよ。そういった路線の曲でいくと、ジェームス小野田さんボーカルの曲とかそういうの多くて、例えばかっちょいいっていう曲とかも、もう歌い出しからずっと音程がほぼ一定で、もうなんならこの曲はバンドの演奏を聴かせるための曲で、まあ、ボーカルはあくまで楽器の中の一つぐらいの感じなんですね。でもちろん A メロ B メロサビの区切りもなくて、まあ、一番目立つ部分の歌詞が Gimme Gimme Rai Rai What You Gonna Do What You Gonna Do っていう、もう大した意味もない英語が並んでるだけなんですけれども、それでもかっちょいいっていう曲コンサートで一番盛り上がるんですね。でまたジェームス小野田さんボーカルの曲だと Nice to Meet You っていう曲があって、コメコメクラブの一番のヒット曲である君がいるだけでが入ってるオクターブっていうアルバムに収録されてる曲なんですけれども、これもすごいファンキーな曲で、もうイントロからもう洋楽じゃないぐらいの曲なんですけれども、歌詞がもう Nice to Meet You Everybody と I Love You Baby 遊ぼうよ Baby しかないっていう、そんな曲なんですね。世間的に認知されてる曲君がいるだけでとかロマン飛行に対して、まあ、そういった曲の方がどちらかというと多いという、そういうバンドなんですよ。なかなか他に類を見ないタイプのバンドなんですよね。まあそんなファンクの匂いもすごい強いコメコメクラブっていうバンドですけれども、まあ、特にコメコメクラブのファンクの匂いと日本の歌謡曲的な要素をガッチャンコした一曲がファンク藤山っていう曲ですね。私は日本初めてですっていう歌い出しから始まるように、やっぱり日本に観光に来た外人目線の曲みたいな感じなんですけれども、エビバディ、サムライ、寿司、芸者、ビューティフォー藤山、こんにちは、さよなら、これいくら、神風、腹切りとか、まあ、とにかく日本の特徴的な文化を片言風に歌い上げていくっていう感じの曲なんですけれども、まあ、この曲はカール・スモーキー石井さんがメインボーカルの曲なんですけど、片言風なところとあとはサビ的な部分のメロのところで声も使い分けていたりとかして、しかもサウンドは思いっきりファンクなんだけれども、どこか日本の民謡的な匂いも漂ってくるんですよ。もうすごい化学変化を起こしてる一曲で、もう一つそういった路線でいくと嫁津波っていう曲、この曲もちょっと三
ミセンっぽい音が入っていたりとか、歌い出しもずっとあー嫁津波って歌ってたり、メロディーラインもちょっと演歌が入ってる感じなんですけれども、サビの歌詞がいきなり全部英語になるんですよ。英語と日本語のちゃんぽん感がサザンとかキャロルとは全く別のベクトルで行われていて、これもすごい聴く価値のある一曲だと思います。あとは Just You っていう曲、これはもうコメコメクラブのライブの終盤の定番曲なんですけれども、これも演奏がすごいかっこいいです。特にアルバムに収録されてるバージョンの方が結構テンポ遅めで、まあ、解散ライブとかのライブのテイクの方がかっこいいんですけれども、かなりテンポも早めになってて、この曲もメロディーがすごいいいんですよ。あの B メロの部分が一番音程が高いんですね。君は心の中のサンシャインっていう部分がすごい高いんだけれども、サビになったら Do you remember まるで夢のようなって、まあ、J-POP の目線で見たらちょっとサビメロ弱いよねっていうメロディーの展開なんですけれども、この曲はそれが逆にいいんですよ。コメコメの場合はこういったもう楽曲トータルで聴かせるような曲がすごい強いんですね。しかもボーカルが主役ではなくて、基本的にどの楽器も主役みたいな感じのアレンジが自分はすごく大好きなんですよ。で、まあ、前回でもお話しした通り、結構おふざけ曲の多いコメコメクラブですけれども、やっぱり主力のバラードが一つあって、君がいるだけでの B 面だった愛してるって曲、これはアコースティックギターの伴奏が主体の曲で、まあ、石井達也さんのボーカルの曲なんですけれども、すごく真面目な一曲ですね。言ってしまえば本当にもう純真な愛を歌った一曲で、まあ、前回ちょっと触れましたけれども、2006年にコメコメクラブ再結成して、で最初は期間限定のはずが、解散を撤廃してこれからも活動するよっていうことを横浜アリーナの公演で宣言するんですね。その宣言の後でこの曲を石井さんアコギ一本の伴奏で歌われるんですよ。キーも一個下がってて、このバージョンすごく泣けるんですよ。で、まあ、YouTube に転がってる映像でも石井さんソロのバージョンとかもあったりするんですけれども、とにかくこの曲主力のバラードっていう感じです。キーも F です。愛してる愛してる、いつまでも君のことを。結構解散前の曲に寄ってしまったんですけれども、再結成後の曲も面白い曲いろいろあります。ご利益っていう曲とか、思い切りこの曲はオマージュ曲なんですけれども、あとは石井さん曰く大滑りしたという映画朝昼晩っていう作品のテーマソングだったドンマイっていう曲とか、まあ、コメコメクラブキャリアを通して本当に面白い曲たくさんあります。ぜひ今回ご紹介しきれなかった曲とかも本当にたくさんの曲数あるので、ぜひご自身で聞いてみて、それぞれのコメコメのフェイバリットソングに出会えればいいんじゃないかなと思います。まあ、前回の動画も含め少しでもコメコメクラブに皆さんが興味を持っていただけたらとても嬉しいです。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。涙に終止符を二人で打とう。